12ポンドグリボーバルヤホーは18世紀後半から19世紀前半にかけてフランスが使用したグリボーバルシステムの12ポンドヤホー。ジャンバティスト・バケット・ド・グリボーバルが設定したシステムは1765年にジャスティンド・ドム・スティーブが改良し機動性が向上した放射の概念を取り入れたものであった。12ポンドグリボーバルヤホー、共和国歴2年。 1793から179412ポンドグリボーバルヤホー、共和国歴2年、1793から1794。側面12ポンドグリボーバルヤホー、共和国歴2年、1793から1794。褒美12ポンドグリボーバルヤホーが最初に実戦で使用されたのはアメリカ独立戦争であった。 ジャンバティスト・ド・ロシャンボー将軍が率いるフランス陸軍、アメリカ派遣部隊が1780年から1782年、後期まで使用したが、特に1781年のヨークタウンの戦いが有名である。フランス革命戦争やナポレオン戦争でも大いに使用された。12ポンドグリボーバルヤフォーの操作には15名が必要で6頭の馬により牽引された。 ありがとうございます。